若い子には今こそ起業というかもう、まあ、全体の中が厳しいですけど、自分の表現したいものを全力でいった方が、うん、まあ、いいんじゃないかなって思って、うん、本日の人脈開発宣言チャンネルは岩手県盛岡市のグランベンシェンケンオーナー、はい、三浦さんを開放いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや久しぶりですね。久しぶりですね。何で、元気でした？なんとかなんとか来てます。マルシェ、グラウベンシェンケンマルシェ、マルシェグラマルと、グラマルです、はい、よろしい。情報貼り付けますか？ぜひちゃんとね、シームします、はい、グラマルってどこでやってるんですか？まあ、クリエイターさんの、はい、全国から集めたのをマルシェという、対面販売マルシェみたいな。品目としてはクリエイターさんっていろいろいるじゃないですか、うん、古着にしてもそうですし、うん、あのハンドメイドアクセサリーとか、アクセサリー、うん、はい、まあ、今こう多いですね、うん、はい、アート作品とかまだやってない？まだやってないです。とりあえず身につけるもの、服飾、ね、雑貨か、アパレルと。そうですね、うん、なるほど、はい、皆さんね、盛岡本拠地だけど、はいはいはい、あの仙台でやったりね。そうですね、札幌でやったり。そうですね、ちょっと遠いところで松本で長野もやりました ね、 だったりね、はいはい、今はそうコロナになってから、はい、まあ、盛岡、盛岡、はい、まあ、コロナ前の一昨年から仙台と盛岡の2拠点、はい、2拠点で生活というか、向こうにも住む場所があって。ああ、そうですね、はい、両方でやってる。まだ解約せずに？あ、持ってます、持ってます。なんかね、あのそれまではだって出会ったの何年、はい、4年？そうですね、4年くらい前ですね。4年くらいですよね、はい、急にね、フラットフラット現れて、フラットで、はい、すげえがっついてきたじゃない。いや、ただものではない。いやいや、何かがあるボディでかいからね。引き寄せられて何か4年ですか、ね、そうですよね、あれだからなんかあの どうしたらいいですかみたいな感じで、ね、で、なんか僕皆さん初めて会った時に、はい、その職場だけやってる人じゃない気がして、はい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 、で、あの、まあ、なんかプロデュース業みたいなものどうですかって、はいはい、多分言ったと思います。そうですね、うん、そうそうそう、なんか直感でそんな気がして、はい、でお伝えして、はい、でチームもね、なんか地方あるあるで、はい、あの東京とかのワードって弱いじゃない、はい、東京から誰か呼びましたとか、うんうん、であのやっぱ集客できるじゃないですか。そうですね、でそれをはっと思って、でもなんか東北と東京ってすごい密接じゃないですか、うん、出稼ぎてる人も多いし。そうですね、でその時になんか、あ、大阪と盛岡っていいんじゃないかなって思って、うん、ちょっと手なさしまった。はいはい、そうですね、なんであの盛岡のテレビ局とかね、はい、地元を全部押さえてくれて、はい、で大阪のチーム呼んで。そうですね、で、あれが4年前もうそのくらい、一番最初はそのくらい でしたよね。川内さんと出会って半年ぐらいで、半年後ぐらいにはもうあの大阪チームみたいな感じで、はい、あと盛岡の専門学校、はい、あ、そうだそうだ、学生さんの課外授業みたいなのカリキュラム取って、そうだ、あの時そうでしたね、はい、で、駅ビルさんと商業施設さんとタイアップみたいなのが3、4年前あれ、だからモリモリだったんですよね。そうですね、大阪×専門学校×あれば駅ビルみたいな、はい、そうです。あ、そうです。あれでもよくまとめましたね。いや、たまたまですね。たまたまその駅ビルさんと、まあ、仲も良かったんで、はい、まあ、こういう考えなんですけど、はい、みたいな、まあ、関西の方から、いろいろこう仲間呼べるんですみたいな話をして、はい、で学生さんの、うん、まあ、ヘルプじゃないけどその、はい、課外授業みたいな、うん、まあ、駅ビルさんとしても、まあ、学生支援みたいな、っていうのがあるんで、っていうので。駅ビルさんと一緒に専門学校に行って、はい、一コマやったりみたいな。あ、じゃあなんかそういう非常勤講師みたいな、
っと簡易的なその、こういうのが駅ビルでやるので、あのそのファッション科の生徒さんたちに協力してるのを作って、まあ、プレゼントを、はい、何回か行って、で実現したみたいな。それもたまたま結構トントン拍子で話が終わって、はい、だって僕話してちょっとヒントこんな感じどうすかって言っただけなのに、ドーッと行きましたもんね。いや タイミングも良かったです。あれが次のイベント、次のイベントで、はい、この盛岡駅でやったんでしょうっけ？駅っていうか、で、テレビ来ましたもんね。はい、そうです、うん、その後仙台にも今度は、はい、呼ばれて、そうですね、うん、仙台でもやって、仙台の駅ビルですよね。パルコさんですね。パルコでやって、うん、で、なんかあれあれって数字作っちゃってね、あとまたまあ、人気イベントになっちゃって、もはや3年半くらい、うん、仙台でも、はい、ずっとやり続けてるっていう。どっちがホームか分かんない。分かんないです。どこにいるか分かんない。でももう、ちゃんと盛岡がホームってことは捨ててない。一応そうですね。ホームはこっちにあります。それが大事ですよね。うん、なんか転がっていきますね。そうですね。まあ、この1年半ぐらいずっとコロナちょっと動きにくい時期じゃないですか。そうでしたね、はい。なんか整理するにはいい時間だったような気がするんですけど。そうですよね、うん、考える時間がやっぱ、うん、まあ、やっぱそれぞれ増えて、はい、うん、どうしていこうかなとか、なるほど、はい、最初ポジティブに捉えられました、この状況を。いやもう始まっ、コロナ始まった時はどうしようというか、スケジュール3ヶ月飛んじゃったので。あ、そうかそうか、はい、そっからも、うん、まあ、今もいますけど、この駅ビルさんからちょっと声かけてもらって、うん、まあ、そこの区画でちょっとどうですっていうところから、うん、まあ、再出発みたいな。あれですね、頑張ってる人にはちょっと救いの手が。いやもう本当にありがたいことに、タイミングもよく、うん、はい、これやってない人には来ないですからね。そうですか、うん、だちゃんと見てくれてたってことですけどね。あ、本当ありがたいですね。いや、なんかもうこうしてね、まあ、この時期でも喋れると嬉しい。いや、本当そうですね、はい。まあ、このちょっと1年半のトライの期間で、はい、あの多分活動自体は、うん、あの今までやってきたことをベースにやるのは変わらない。そうですね、開けたとて、はい、変わらない。そうですね、まあ、そのためにはなんか、あの話もすごく増えてると思うので、はいはい、そうです。人が人力じゃないですか、はい、そうですね。人のパワーがいるじゃないですか。そうですね。で、この1年半の間に、なんか地元大学生とか、うんうんうん、と、まあ、リクルーティングっていうか、はいはい、まあ、一緒にやりませんかとか、教育も兼ねて、うん、そうですね、あの、仮装されてるじゃないですか。まあ、そうですね、今、うちのお店、うん、今の去年の夏ぐらいから今、大学4年生3名今ちょっとうちで、あ、3人も3人も今いるんですけど、まあ、男性女性どっちもいるんですけど、はい、みんなたまたま4年生で、はいはいはい、でまあ、お手伝いというかアルバイトをしてもらいつつなんですけど、うん、まあ、やっぱり今この就職なんていうか、こうコロナ禍の中を戦ってるこうリアルな、しびれるよね、はい、今まさに就活中みたいな、うんうん、地獄だね、はい。やっぱその若い子たちの今っていうのをこうやっぱ普段から見てると、うん、はい、なんとかこうできることはしたい。なるほど、はい、感じるところもあって、はい、で、まあ、ちょっと親心じゃないですけどね。いやでも それ芽生えてきちゃうんですね。そうですよね、はい、やっぱりなんとかしてあげたいですね。なんとかしてあげたい、うん、ね、彼ら彼女らのガッツもそうですけど、やる子もそうですけど、はい、僕ら受け入れる方の、うん、そういうね、度量みたいなのも絶対必要ですよね、うん、そうですね。これなんか、例えばですね、はい、あの普通に今までのコロナ前とか考えてると、はいはい、普通に、あ、じゃあうちの社員でどうですか、雇用します、はい、みたいな流れだったじゃないですか、はいはい、皆さん考えてると多分そこじゃないですよね。そうですね、若手にですよね、うん、若い子には今こそ起業というかこうした方がなんかこう自分の成功体験、はいはい、でのお話をねリアルにできる。そうですね、ちょっと学校では教わらない授業ではない、まあ、リアルを、うん、まあ、教えるとか伝えるので、まあ、全体の流れは厳しいですけど、
まあ、起業して、うん、自分の表現したいものに全力でいった方が、うん、まあ、いいんじゃないかなって思って、うん、まあ、今の若い子たちに独立とか起業してみたらどうかっていう、うん、自分の経験値で、はい、そうですね、おすすめされてるじゃないですか。そうですね。例えばその勤められてる人と独立したのの自分独立の方って、はい、その良さとか、まあ、難しさとか、まあよくもあるかも、自分でこうしっかり責任を持てる、うん、で夢とかこう実現するのは自分次第でこう、うん、それを一番にこう、はい、うん、全てが自己責任、うん、ね、でもまあ組織体に入った方がまあその毎月いくらっていうなんか保証っていうかまあもらえるとは思うんですけど、うん、まあそれがずっと終身で続くっていう時代でも、うん、ではないですからね。うん、なんか修行するとか少しの間の安心を買うっていうのでは、はいはい、就職するのも一つのあれです、はい、そうですね。なんか都内とかだと就職して副業も OK って増えてきたんですよ。はい、そうなんですね。そういうのどうですか、どう思います。いや全然、うちも、まあ、副業とかバイト掛け持ちも全然 OK。 あ、OK なの。うちは OK です。あ、へぇ、はい、じゃあ今入ってる3人とかも、あ、全然OK、他で掛けやってる子もいると思いますし。そうなんですね。はい、あそこ全然干渉しない。特になんとも別になくさなくて、広いね。自分の空いた時間でこう最適なものを自分でチョイスすればいいだけなので、はい、なんかそこは賛成というか、うん、うん、全然だ自分のとこだけ開けないよね。はい、そうそうそう、全然、うん、なるほどね。なんか三浦さんってそもそも学校出てすぐ独立したわけじゃないでしょ。いや、全然全然ですね。僕今6年ちょい、7年目やってますけど、独立して、その前は普通にアパレルの会社員というか、あ、勤めてたの。はい、そうですね、アパレル、まあ19から、まあ、普通にアルバイトでセレクトショップでバイトして、はい、まあ何かいろいろ会社渡り歩いて、うん、で15年経って、あ、15年は一応じゃあサラリーマンやったんです。そうですね、アパレルの、へ、まあ、会社を買ってもアパレルっていう括りは変わるんです、はい、15年やって、まあ、35の時に、はい、まあ、自分でセレクトショップ路面店でやって、はい、ちょっと遅咲きっすね。まあそうですね、ちょっと遅かったなと思いますね。何かあったんですか、その奮い立たせるんだけど。いや、でもなんか30超えて十何年か、ね、うん、キャリアを自分でこうふと考えた時にこうちょっと逆算するじゃないけど、うん、あ、しますね、うん、します自分の40代ってどうかなとか、うん、50代ってどうかなとか、うん、結構考えちゃって、はい、レディースの会社にいたので、特にこう男性という、うん、まあ、人間だと思うので、ね、このままでこう自分はどうなっていくのか、うん、ちょっとやっぱ不安になった時もあって、まあ、やりたいこと、このキャリアをこう積んだものを自分でこう表現してみたいっていう、うん、まあ、動機というかきっかけですね。で、35の時に飛び出した。飛び出して、はい、他に今6年ちょっとですね。はい、7年目をやらせていただいて、うん、はい、まあ、なかなかね、きついことがたくさんあるね、うん、この6年、7年ですけど。そうですね、でも続けられてるってすごいですよね。いや、本当、そうですね、なんか今年も年を越せたみたいな、うん、その連続というか、うん、ヒヤヒヤしながら、ヒヤヒヤしながら、ずっとヒヤヒヤしながらでポイントポイントで人に助けられてますよね。いや、ほんとそうですね。ねえ、ほんとそうです。なんか三浦さんその感じがする、はい、うん、タイミングよくこう出会えて、うん、でやってみたらこうなんとか切り抜けれたという、はい、うん、感じですね。はい、まあ天が支えてる人なんですよ、きっと。たまたまラッキーでしょうあれ、生まれは盛岡なの。盛岡ですね。あ、なんで盛岡人だった。そうですね、盛岡さん。じゃあ、まあ、まあ、ホームタウンとしては守りながらね。そうですね、なんとか、まあ、うちの若い子たちもそうですよ、雇用っていうか、若手雇用っていうのも、まあ、守りたいですし。そうですよね。まあ、アパレル業界とかも厳しいですけど、ちょっと興味を持って、うん、自分のこう仕事に行っていう人が増えるし。厳しいけど絶望的じゃないもんね。ではないので、違いますもんね、うん、そうですね。そうそう、
そう、なんかどうしてもね、報道とか見てると、うん、結構あのマイナスプロモーションされるじゃん。そうですね。ただただそうではないです。うん、そうではないですね。あ、まあ、今後考えて今、まあ、盛岡と、はい、仙台、これ継続、そうですね、まあ、今のコロナ禍でまずこの2拠点は、うん、まずは最低です。固めて、そうです。その先の展望ってあったりするんですか？まあ、イベント、マルシェイベントとかもやってるんで、うんうん、そういうマルシェイベントをもう一回、札幌とか、うん、まあ、他のエリアにも、うん、まあ、開催を再開できたらっていう。で、なんかエージェントとかなんてもいいかもしれないですね。そう、アーティストさん、うん、なんか、うんうんうん、外に出していく、はい、やってみるじゃないですか、今。そうですね、そういう感じで。まあ、一つのエンターテインメントとしてね、うん、エージェント会社になって、はい、やるのも。なんか夢がありますよね。夢ありですね。楽しそう。皆さんできると思うんですよ。やってみたい。多分ね、物販だけやってる人じゃないと思う。うん、そうですね。物販苦手でしょ。はい。正直。いや、それね、第一印象でなかった。いや、そうですね。あ、でもそっか、そういうこと若い時間。はい、そうですね。元気を現場に。はい。なんかね、アパレル40超えたらね、裏が溜まらないといけない。そうですね。確かに。いいじゃないですか、エージェント会社。エージェント会社やりますか、ね、はい、目指してみたらいいじゃないですか。確かに確かに、そうです ね、 ね、やってみたいですね。人気出てきたら、ね、ちょっと落ち着いたら、多分海外から、はいはい、に日本のアーティストそれじゃ探しに来ると思う。物もそうですけど、そうですよね、確かに確かに。僕は地方の方が絶対面白いと思ってる。うんうんうん、その8万台も盛り上がるらしいじゃん。そうですね、8万台も結構いろいろ、まあ、業行政としてもやったりするんで、で、うん、なんか海外からなんか呼べるような感じって考えてるみたいなので、はい、その時にやっぱ岩手でね、走ってたら盛岡じゃないですか。そうですね、うん、まあ、その時に来て、なんもない街だなと思って尺じゃないですか。いや、ちょっとそうだね、寂しいですよね。ね、そうですね、うん、なんか喋ってたら、なんかなんとなく未来が勝手に想像しちゃったんですやっぱそういう感性とかクリエイティブな人も、まあ 大好きなんで、はい、あと若い子たちも大好きなんで、そうですよね、なんかまあ表現の場が、うん、地方だと少ないっていうのを飲み込むのは悔しい、うん、何かもっとできるのに、そうですね、そういう舞台がこう用意できれば、ええ、表現の場が用意できれば、もっと楽しいことがこう、はい、広がるかなみたいな、うん、ね、このチャンネルで出ていろいろ地域行ってるんで、はいはい、あそことね、ジョイントワークしちゃってもいいかもしれないですね。あ、そうですね、はい、まあ、場所さえ用意してくれれば、そうですね、ね、持っていけるじゃないですか、いろいろ、はい、まあ、そういうのも、ね、やってみたい。そうですね、九州とか行ってみたくないですか。いや、九州行きたいです、ね、いや、九州行きたい。めっちゃいいっすよ九州行って行ったことがないんで、あのね、気持ちいい。そうなんです、あの北は北の良さもあるんですよ。はいはいはい。なんかね、みんな開放的です。ああ、いいですね。あったかいって人が明るくなるから。でもそれはあります。そう、それはある。寒いと奥ゆかしいじゃないですか。そうですね。そのね、なんかわびさび感も僕好きなんですけど、はい、南はね、とにかく、ね、明るい。いいですね。九州硬いですね。そう、なんか美味しいものもちょっと違うし。そうですよね。同じ日本なんですけどね、全然違う、違いますね。面白いですよ。九州行きましょう。行きましょう。行きましょう。セッティングしますわ。九州でやりましょう。2022年、九州のシーン、ね、ね、九州の時にやりましょう。ね、やりましょう。あ、いや、目標できた。いいっすね。じゃあね、この先はね、ちょっと皆さんのところで今働いてらっしゃる大学生の、はいはい、ちょっともう流れでインタビューさせてもらって、ちゃんとぜひちょっとお借りしますよ、はい、リアルな学生たちの声を、はい、聞いてみたいです学生側からどう思ってるのかなって聞いてみたいですね、はい、じゃあありがとう、ありがとうございます。また追っかけますんで、あ、ぜひ、はい、待ってます。出演よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。グラデーシェンケさん、グラマラフ、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。